行きます。はい。行きます。皆さんお願いします。皆さんこんにちは。私たちは辺野古の海に息を吹かせない道路工場です。ただいまから1時間ばかり、沖縄辺野古地域建設反対の声を上げさせていただきます。大変初めて来た道路工場ですけれども、どうも沖縄では栄の N1 ゲート前で大勢の人が車道にあふれるぐらい集まって、栄の米軍原発を建設反対を訴えております。私たちもここ神戸から沖縄辺野古そして栄の米軍新基地建設許さないという声を上げたいと思います。ご協力の皆さん、チラシを配ります。署名を行っております。ぜひご協力をお願いいたします。沖縄は辺野古米軍アナテツさん、こんにちは。ご縁ありがとうございます。ブランダムさん、お茶ありがとうございます。こんにちは。ブーゲンビリアさん、こんにちは。お茶ありがとうございます。ミンさん、こんにちは。お茶ありがとうございます。安倍政権は高谷での米軍ヘリコプター基地建設に強行をしてしまった。これに反対をして今日も高谷のN1 ゲート前で大勢の人が集まって栄ヘリバット基地建設反対の声を上げています。沖縄には行かれた方も多いと思います。マリンスポーツあるいは自然豊かな沖縄を体験された方も多いと思います。しかしぜひ国土地の皆さん、沖縄のことを基地問題ということに関わってぜひご注目また関心をいただけたらと思います。自然豊かあるいはマリンスポーツなどで沖縄に行かれる方も多いと思います。しかし他方では沖縄は米軍基地、この基地が全島の 17% を占めているという状況にあります。沖縄のことを考えていただきたいと思います。沖縄の基地問題についてぜひ国土交通の皆さん考えていただけたらと思います。同じ日本の中で沖縄だけがずっと基地の強制強化、基地の設置の多量の基地を強制されてきた。そしてその基地による被害が次々と続いているというのが現状であるということをぜひご理解いただきたいと思います。今日配っておりますチラシの中にはそのことが書かれております。沖縄のことに思いを馳せ、共に基地の問題、平和のために声を上げていきたいと思います。ご通行中の皆さん、ぜひ ご協力をお願いいたします。今この月の16日ですけれども、沖縄辺野古建設反対で沖縄は知事さんはじめ沖縄の県民の8割以上が辺野古建設反対を言ってきました。
その証拠にこれまでの選挙でもあるいは知事選でもことごとく新基地建設反対の議員さん知事が当選しております。そのように沖縄では米軍基地はいらない、辺野古新基地建設を許さない、こういう声を力強く上げております。このことを私たちもしっかりと見て、沖縄の人たちの願いを私たちの願いとして声を上げていこうではありませんか。また今防音球を続けている沖縄北部の中へ、沖縄北部の中へというところで、これまた米軍新基地といえるエリバット基地が建設強行されております。今日も大勢の人が N1 ゲート前に集まって基地建設を許さないという声を上げております。これはご存知のようにエリバット基地建設ということですけれども、これはオスプレイの発着をする基地です。オスプレイは戦の基地に持ち込まれて、そして沖縄でこのオスプレイを首相さんと呼ぶことにしよう、長いので。その一つの拠点として、今夜ありがとうございます。こんにちは。エリバット基地、これを建設強行と言って強行しております。アメリカは今あの奈々ちゃんが高江の方、工事、違法工事をやっているところ、キャス配信です。考えてみますれば、実は日本もケーキさんの配信がやがてオスプレイを17機も持とうとしております。オスプレイは約束日持っての50億、その50億のオスプレイを17機持ちますと、これがざっと800億円というお金がいるわけであります。このオスプレイの発着基地を実は日本とアメリカが共同になって使おうというのが狙いであり、ここにアメリカと日本の共通の要求が合致しているのであります。そういうオスプレイは沖縄にあるいは日本全国にいりますか。オスプレイはいりますか。オスプレイは決して、例えば救援に行くそのような時に使う使い勝手は全く悪いオスプレイであります。これは一つの兵器であります。このような兵器は救援あるいは災害支援にも役立たないものであります。そういうオスプレイはいりますか。オスプレイはいりません。このオスプレイは海兵隊がこれに乗って、そして海外に戦争展開していく、そういうまさに兵器であります。こんなものはいらないのであります。800億円ともかけて日本が持とうとしている、このことも間違っております。このようにオスプレイラストは建設強行されている背景に、そのような日本政府とあるいはアメリカ政府の危険の位置があって、今そしてあと建設強行が進んでいるのであります。こういうことを考えますと、沖縄ではこれまでも基地による多くの被害を受けてまいりました。ここ神戸ではそのようなことを身近に感じていないと思いますけれども、
沖縄では日々このような状況に置かれております。したがって沖縄のことを考え、沖縄で今取り組まれている、関われている米軍基地建設反対の取り組みは、戦いはこれ即私たちの願いであり戦いであるというふうに思います。平和を願う私たちは戦争のための機会がない、こういう声を上げていきましょう。何も沖縄では米軍基地はいらないのであります。なぜかと言いますと、米軍基地は常にこれまで愛であり戦争を主義国そういう基地で過去に対して言いましても、ベトナム戦争、あるいは最近ではイラク、アフガニスタン戦争、そしてあらゆる戦争行為のこの拠点になっているのがアメリカの基地であります。これは決して抑止力というものではなくて、米軍基地は攻撃のための基地であります。そういうことからしても、そのような基地を日本に置いておくということが全く平和憲法の下では許されないことだと思います。そのような基地を建設させないという沖縄の人たちの願いは至極当然なことであります。それは平和憲法の下で生きている私たちの願いとも全く一致しているものです。したがってしっかりと私たちが沖縄米軍基地建設目の子抱え基地建設反対の声をぜひぜひ共に挙げていただきたいと思います。ご希望の皆さん、よろしくお願いいたします。お疲れです。ものすごいブラックテントになってました。ブラックテント、はい、睡眠時間は削れ飯はおにぎりを持っていこうそうだね、はい、おじちゃんたちはもうだいぶ新しくなってまいりました。これどこの方の皆さん、そしてバス停にいる皆さん、私たちは沖縄辺野古に基地を作らせない、今は沖縄の栄え誇りになります、豊かな森です。一生の時が多数存在して、そして自然が残っています。通称アメリカ軍の北部演習場、山線日の矢センターという広大な地域をアジアで唯一ジャンルでの戦闘訓練場として作っていた、使っていた地域となっています。その半分近くを変換する、それに代わって新しい米軍のヘリコプターの発着所、通称ヘリパッドと申します。これを4カ所作るんだという提案で日米が合意して、ヘリコプターについては長年猶予にわたって計画通りに回っておりました。それがあろうことか7月の10日、選挙が終わりやいねや、1年1ヶ月の
放棄予定となったものを6ヶ月、来年の2月末日までに完成させるという公表を行って、全国から大阪府警はじめ500名もの機動隊を動員して反対の声を上げ、自然を守ろう、未来の豊かな沖縄を子どもたちに渡していこう、そうした市民を踏み潰して、そして工事が強行されました。20日あまりにもすごい事態が、あのイランバーの森で起きております。生きていた仲間たちは涙して、この事態を今度の私たちにどのように伝えるか、みんなで話し合いも進んでまいりました。足は生まれて痛みが分かります。しかし生まれた人の痛みを共に自らの痛みとしていこうという、そうした心でこそが本当の意味でみんなで平和を守っていこうという出発点になるのではないでしょうか。120日以降、機動隊の暴力は日に日に強まっています。連日多くの仲間が怪我をし、あるいは時には人々に以上に無法逮捕で暴力を呼び出されています。一体何が沖縄で起きているのか、今度の新聞はほとんど報道をいたしません。当然従ってご通行中の皆さんも沖縄で何が起きているのか知らない方の方が多数かと思います。どうも学生さん、沖縄で何が起きているか知らないと胸を張って知らないと言っていただいて結構です。全部隠されています。沖縄のマスコミ以外は沖縄のことを報道しません。しかしその報道されない日本の人口の 1% の人たちが今大きな意味で日本の民主と日本の立憲主義を守り、平和を守る戦いの最先端に立って、そして日々必死の戦いを繰り広げているという、この事実だけは皆さんに何としてもお伝えしておかなければなりません。一体なんで沖縄だけがこんなひどい状態になっていくのでしょうか。一面安保があるからだと言っても、今では一面安保とは一体何なのか、それに驚く日米地位協定とは何なのか、民主主義を守ろうと言っても民主主義って何なのか、立憲主義を守ろうと言っても立憲主義って何なのか、なかなか容易に理解することは難しい環境下にあるのではないでしょうか。しかし沖縄では民主主義は毎日破壊されています。立憲主義も毎日存亡の危機に立っています。自衛隊機がアメリカ軍の視界を反映していて、この醜悪な姿、醜い姿、戦後71年間一度もこういう事態が起きていなかった。陸上自衛隊がどうして米軍基地建設に協力する必要があるんでしょうか。自衛隊は日本国民の生命と自由と財産を守っていく、これが本来の使命ではありませんか。大阪府警から派遣されている下級の指導隊員は警察官になる際に宣誓書を書いています。国民市民の生活と、そして安全を守るということを自らの使命として警察官になったはずです。その機動隊員が沖縄の山の中で沖縄の市民を追いかけ回し、押し倒し、時には怪我をさせ、そして逮捕している。私たち多くの
機動隊を派遣した地域の仲間たちがあまりにも理不尽で、あまりにも歩き出したらちょっと背中まっすぐ身に合わない、この機動隊派遣にも起こっています。誰がいつどこでどのように500名もの機動隊員を あの沖縄のやんばるの森に派遣したのか、派遣したのは今でもなく安倍政権です。沖縄の公安委員会からの要請という形を取っておりますが、一日だけでも3000万4000万もする国費を投入して守っているのはアメリカ軍の基地建設、そんな本末転倒した事態が沖縄で起きているわけです。一つ一つをしっかりと見てみようではありませんか。目を見開いて自分で見て聞いて考えて、沖縄で何が起きているか、これを知ることが私たちが今よく言う憲法を守れ、民主主義を守れ、立憲主義を守れという、そのことの具体的な中身が沖縄での基地建設反対の声ではないかと思います。なんか抽象的な民主主義などというものは基本的に存在しているので、民主主義の原則は国民主権です。国民が国の在り方を決めていく、国民が自分たちの生命財産、そして幸せに生きる権利を追求していくことができる、これが民主主義の原理原則ではないのでしょうか。民主主義を守ろう、憲法改正反対、この言葉と沖縄の基地建設、これを止めていく戦いは、民主主義を守るという戦いの具体的な内容ではないかと私たちは考えています。交通交通の皆さん、まずはこのチラシを手に取っていただきたいと考えます。自民党の憲法改正草案では恐ろしいことが書かれているではありませんか。個人の思想信条、そして表現の自由、そうした個人の豊かな自己表現さえも規制していく、公益、いわゆる公の益のためには思想信条も制限される、表現の自由も制限される、そして公益のためには個人のさまざまな思想も制限されていく、そうした内容になっています。そしてこのことが9月16日沖縄で行われました福岡地裁、福岡高検の那覇地裁判決ではっきりと明文として文章として書かれていたではありませんか。国防に関する戦議事項は国が有すると書かれております。地方の民意は無視すると書かれているではありませんか。地方がどのように民意を選挙で表現しても、こと国防に関しては何も言うな、文句は言うな、国の方針に従え、これが今回の9月16日那覇地裁で行われた判決の内容です。もしこれが全国に広がっていくとしたら、私たちは次のような問題にぶつかると思います。沖縄の基地の問題だけではありません。国防というものは広い範囲をこの対象としております。原子力発電所を作ると、そして継続するというのが国防上必要だということになれば、原子力発電所の再稼働に反対するという行為も、仮に今鹿児島で北野の知事が仙台原発を一旦止めて、そして政府点検をしっかりして、さらに全体の点検を行うべきだという意見、これも国が無視することができます。国防上原子力発電所が必要だと言ってしまえば、それで全てが固まっていってしまいます。ここに民心があるんでしょうか。
ここに民意という言葉が言葉として抹殺されようとしているではありませんか。地方の人々、国民が自らの権利で平和を求める行為が国防という名のもとに圧殺されていく、こうした時代を私たちは看過する、いわゆる見逃すことはできません。ご通行中の皆さん、ぜひともチラシをまずは手に取っていただきたいと思います。チラシの中に書かれているものによってよくわからないと思えば、チラシを巻いている仲間たちにぜひとも質問してください。討議を、討論をしてみようではありませんか。自分たちの意見、自分たちの考え、言葉が不足してても全く構わないではありませんか。最大の暴力は無関心という暴力が日本を戦前へと、自衛隊を含めた戦争派遣へと、派遣へと向かう最大の力は無関心という名の暴力であり、気がついた時にはすでに会見が行われてしまう。会見は文書で行われる前にすでに戦争法案として集団について検討して行われたではありませんか。それが沖縄では実践されているわけですから、憲法改革措置は今沖縄を歯止めとして必死の戦いとして展開されているわけです。改めて会見措置の戦いのことというものはありません。沖縄の戦いを勝っていく、沖縄で米軍基地を止めていく、安倍政権の戦争への位置を止めていく、この戦いこそが立憲主義を守り民主主義を守っていく、そうした戦いではないかと私たちは考えています。多くのご通行中の皆さん、ぜひともぜひともチラシを手にしてください。そしてこのチラシの中に書かれている言葉を読んでみて考えましょう。共に考えていくこと、一人で十分です。一人でも信用を出しましょう。そして石王寺を行動に移しましょう。共にチラシを書こうではありませんか。考えてみようではありませんか。これはこうだと断定して議論を回しているわけではありません。共に考えようという、そうした人でこのチラシは抱え巻かれています。受け取ってください。そして手に取って読んでいただきたいと思います。今日も沖縄では土曜総行動です。名護からも1時間近くかかる、那覇からはさらに2時間近くかかるところを朝の3時、4時に起きて、多くの沖縄の人たちがやんばるの森に駆けつけています。美しい森の中で機動隊と市民が激しくぶつかっていますが、市民の側は全て無暴力です。無抵抗です。暴力にさらされながらも決してうなだれることなく、くじけることなく、諦めることなく戦いを展開しています。そうした戦いが実は本土の民主主義を少しでも守っているんだというお礼に変えて、私たちもこの場所でビラをしっかり巻いて葬儀の輪を作っていきたいと考えます。ぜひご一読を、ぜひご一読をお願いしたいと思います。はい、こんにちは、三浦さんの、アピールでした。Facebook の配信以上で終わりたいと思います。
皆さん、お茶コイン、コメントありがとうございました。ちょっとアピールの、最中だったので、喋るの控えました。今憲法全文を、朗読されてます。ムサちゃんコインありがとうございます。
ハム太郎さん、今夜ありがとうございます。また例によって配信しながら例によって配信しながら、あ、いいじゃないですか。三宮丸井前をご通行中の市民の皆さん、私たちは辺野古の海に基地を作らせない神戸行動です。ご通行中の市民の皆さん、私たちが今この場で配布していますチラシをぜひお手に取ってください。そしてご一読ください。署名も集めています。辺野古に基地は作らせない、そのための署名です。そして辺野古の新しい基地が建設される、その口実になっているのが普天間飛行場、世界一危険であるという普天間飛行場の移設、これが口実とされています。私たちがこの場で集めています署名は、普天間飛行場、普天間基地を直ちに無条件に返還せよ、返せ、そして辺野古に新しい基地は作るな、そのための署名です。ぜひ署名にご協力をお願いしたいと思います。今私が喋っているこの場所、後ろにポスターが貼ってあります。高江を守れ、やんばる守れ、高江、そしてやんばる、ご通行中の皆さんご存知でしょうか。沖縄本島の北部に位置する米軍の実弾演習場がある場所です。そこでは毎日のように新しいヘリパッドを建設するための資材が運び込まれています。本土から、東京から、大阪、神奈川、愛知、福岡、この本土から派遣された機動隊に守られて、しかも自衛隊のヘリコプターを使いながら新しい米軍のヘリパッドの建設が進められています。それが今ここにあるポスターに書いてある高江、やんばるです。昨日は33台分の10トンダンプが砂利を運び入れました。これまでにない最高の量です。今日本政府は必死になって高江の新しいヘリパッドの建設工事を進めようとしています。3月から繁殖期に入るノグチゲラなどのその生態系を壊さない、そのために2月までに工事を何としてでも終わらせてやる、その表れがアメリカの下院で証言された中に一言ありました。来年の2017年の3月から辺野古の工事が再開される、
そのような報告がありました。これはまさに高江のヘリパッドの建設工事を2月いっぱいまでで何としてでも終了させ、3月からは辺野古の新しい基地の建設に進んでいく、そのことの表れではないでしょうか。ご通行中の市民の皆さん、このような沖縄の米軍基地の強化再編、これは私たち本土の人間が絶対に許してはならない、その気持ちを持って皆さんもぜひ沖縄の動きに目を向けてもらいたい、そのように思います。沖縄でどんなことがあったのか皆さん報道されましたか。先週16日あの高等裁判所那覇支部の不当な判決が出されたその日、岩国から沖縄にオスプレイが再び配備されています。そのオスプレイが岩国基地に陸揚げされた、その事実自身も本土で、そして日本の全国で報道されたことはありません。以前岩国基地に陸揚げされたオスプレイ12機ありました。これについては確かに報道があったと思います。それ以降岩国基地に米軍の艦船がやってくる、そのこと自身は報道されたことが一切ありません。皆さん昨日報道されましたか。沖縄の本島北部沖に米軍の海兵隊ハリアーが墜落をしています。幸いにもパイロットは救出されたそうです。このハリアーも米軍のハリアー、海兵隊のハリアーはアメリカから日本に飛来してきたものです。その飛来してきた先はこれまた山口県の岩国海兵隊航空基地です。岩国から沖縄に嘉手納に飛行し、そして訓練を繰り返す中でハリアーは昨日墜落をしています。このようなアメリカ軍のそして海兵隊のこの動きが私たちの本土で報道されたでしょうか。皆さんこのような沖縄に対する、そして岩国に対する、そして日本全国に対するアメリカ軍のこのような不当な動きは今の安倍自民党内閣、安倍によってずっと進められてきています。安倍の進める軍国主義の政策を許してしまえば日本はまさに米軍基地の巣窟となり、あるいは安倍が目指す自衛隊の強化、これにつながっていくのではないでしょうか。私たちは安倍の政治を絶対に許すことはできません。皆さんともに安倍の軍国主義の政治は許さない、その声を共に上げていこうではありませんか。そして沖縄にこれ以上米軍基地は押し付けない、新しい米軍基地は作らせない、いやむしろ今ある米軍基地は全て撤去させる、沖縄から
そして日本から米軍基地を全て撤去させる、その声を一緒に上げていこうではありませんか。この米軍基地がなくならない限り、日本の空で勝手気ままに飛び回る米軍の戦闘機や爆撃機、この姿を消し去ることができません。そして米軍や米軍属による被害はなくなることはありません。米軍の米軍基地をこの沖縄からそして日本から全てなくしていく、そのための声を一緒に上げていこうではありませんか。私たちは沖縄の辺野古に新しい基地は作らせない、そのためにここでチラシを配り、そして署名をお願いしています。ぜひチラシを手にしてください。そしてご一読ください。ご通行中の市民の皆さん、沖縄で起きていることに目を向けてください。そして耳を傾けてください。沖縄の人々、県民の声にぜひ耳を傾けてください。ご通行中の市民の皆さん、ぜひご協力をお願いします。喉痛い、はい、あ、すいません、ほったらかしにしていました。はい、アピールしてました。コインありがとうございます。2週間前110番通報あったらしいです。私がアピールした時に、うるさいという。王さん拍手ありがとうございます。パチパチパチ。今あのアピールしたこれです。外来機この記事のどこかに書いてあるかな。英語やあるいは間違えてたか昨日でいたじゃん、一昨日ですね、はい、間違えてしまっていた。こんにちは、おいなれだと思います。コレスポンデンさん、お茶ありがとうございます。一昨日やったね。一昨日やったね。針が落ちた。あんまりそこら辺誰も聞いてないじゃん。落ちたのか。あ、そうだ。野球しよう。
ところに入っていってくれる。刺さってます。新報の記事ですね。はい、ゲームで遊びました。はい、このようなあの米軍機の事故も海上に落ちてまだあれだったんですけど、岬の 100キロ沖でしたっけ、150キロ先でしたか。結構よく止まるな、うん、人工川へもうちょっと神田川を取り上げる。あ、自分で喋ってる時に見てたってな、人工こうしてる自分は気にしてませんはい、まあ、地上に落ちたらとんでもないことだったんですが、このようなあの墜落事故であったり、いろいろな事件であったりというのは、今の米軍基地が、全てなくならない限り、事故事件なくならないと。普天間含め、嘉手納その他沖縄県にある、全ての米軍基地を撤去させる、日本の本土にある米軍基地も、全て撤去させると、それしかないだろうと思います。どのぐらいの速さで飛ぶんだっけな。約1000キロ、675マイル、約1000キロ、時速1000キロです。ハリアーの速さで、マッハは出ないんですね。
時速1000キロということは時速1000キロということは100キロは、100キロ飛ぶのに、時速1000キロ計算できなくなる時速1000キロ、なので100キロ飛ぶのに6分ですね。ということは、一昨日のハリは墜落、6分違えば下手すると、陸上に落ちるとっていうことだったんですね。これが、マッハ 1.5 でも出るものなら、速度 2.5 倍あ速度 1.5 倍ですのでどのぐらいだろう、6分で150キロですね。はい、AV8 は、マッハ出ないっていうことなので1000キロちょっとですね。まあ、それにした場もないです。すべていなくなってほしいというふうに思います。はい、もう2時になりましたので神戸報道の方も終わると思います。丸井前からの配信以上で、終了したいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。コインお茶、コメントありがとうございました。この後は大阪報道になります。たぬき御前さんが配信されると思います。それです。ありがとうございました。